大阪が2015年以来4度目の頂点に、アンカー松田瑞生が逆転、勝つしかないと思って走った。全国女子駅伝。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。菱形第41回全国都道府県対抗女子駅伝、15日竹菱スタジアム京都発着。9区間42195キロ。全国から都道府県代表が参加して行われ、9区間42195キロをつないだ。大阪が2015年大会以来4度目の頂点に立った。2位には京都が入るも、3連覇を逃した。3位に福岡、4位に神奈川、5位に東京が入った。1区6キロは新潟の小海洋。第一生命グループが19分6秒で県勢初の区間賞を獲得。4キロ付近から5000メートルで日本人学生記録を持つ愛知山本雄心、名城大、群馬岡本春美、山田ホールディングス、大阪水本葛西、薫英女学院、と4人の争いになったが、5キロ手前で19歳の香美が一気に抜け出し、そのまま2区に繋いだ。3区3キロ。では、岡山のドルーリー・シュエリ、シエリ、津山鶴山中3年が38位でタスキを受けると、17人抜きの快走で21位で繋いだ。9分2秒は、高松もチムセンビ、東寺君名女学院中、らの区間記録、9分10秒を更新する区間新。走った直後のインタビューで、一人ででも多く抜いて、岡山チームのためにと思っていました。何人抜いたか覚えていません、と爽やかに語った。田中期日、トヨタ自動織機を目標の選手に挙げるドルーリーは、昨年8月の全日本中学選手権の女子1500メートルを4分23秒79の吉見記録で制し、同10月の U16 大会では女子1000メートルで2分45秒84の大会記録をマークしていた。東京、福岡、大阪、神奈川の争いとなった最終9区10キロは、トップでタスキを受けた福岡の一目若菜、九電工が東京の唐沢百合、九電工、大阪の松田瑞生、ダイハツ、神奈川の佐藤西洋、資生堂、と競り合う展開に、その後大阪松田と神奈川佐藤でのトップ争いとなったが、中間点で仕掛けた松田が振り切り、昨年7月の世界陸上、米オレゴン州の女子マラソン9位の実力を発揮。そのまま笑顔でゴールテープを切り、仲間のもとへ。レース後松田は、勝つしかないと思って走った、と満面の笑みで喜んだ。この大会は中学から社会人までのランナーが9区間に分かれたスキーをつないだ。新型コロナの影響で2021年大会は中止になったが、昨年は京都が2大会連続18度目の優勝を飾った。ただ、今年は有力選手の欠場が相次いだ。1万メートルで日本女子歴代3位の記録を持つ群馬不破聖以来、拓大2年、21年東京五輪の女子1500メートルで8位入賞した兵庫田中期日は、共に10日発表のエントリーリストに入っていたが、最終的な9区間のオーダーリストに名前はなかった。また、岡山の小原玲、天満屋、高知の鍋島里奈、積水化学もエントリーから外れた。記録は速報値。報知新聞社。記録は